いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2014年モデルメルセデスベンツ SL350 を紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロントに下すり、フロント複数箇所に飛び石、フロント複数箇所、左右サイドスカート複数箇所、リアバンパー複数箇所に線傷、左ドアエッジに傷がございます。走行距離に関しましては約16,000キロと低走行なお車です。外装色はファイアオパール、インテリアはブラックレザーが採用されております。メルセデスベンツが誇るラグジュアリーオープンカー SL350 でございます。こちらのお車には人気の AMG スポーツパッケージが用意されており、 AMG スタイリングパッケージやスポーツステアリングなどが追加され、よりスポーティーに仕上がっております。またメルセデスベンツの安全装備レーダーセーフティーパッケージも用意されておりますので、安全安心にドライブをお楽しみいただけます。ヘッドライトに関しましてはキセノンのヘッドライトが用意されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンは 3.5リッター V 型6気筒の NA エンジンが搭載されており、最高出力は306馬力でございます。また足元に関しましては20インチのアルミホイールが装着されておりますので、迫力を感じる一台となっております。続きましてトランクスペース紹介させていただきます。トランクに関しましては電動での開閉となります。クローズ時にはスーツケースも一つ収納することができます。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックレザーが採用されております。運転席助手席若干の使用感がございます。ステアリングに関しましては3本スポークのスポーツステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されておりますので、自由自在な変速が可能です。またアダプティブクルーズコントロールも用意されておりますので、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと、バックカメラが作動し安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては7速のオートマチックシフトが採用されております。こちらに関しましてはエコ、スポーツ、マニュアルの3段階の走行モードが用意されております。サスペンションに関しましても2段階での変更が可能です。両席に関しましてはシートヒーター、エアスカーフが用意されておりますので、肌寒い季節でも快適なオープンドライブをお楽しみいただけます。マジックスカイコントロールパノラミックバリオルーフが用意されておりますので、クローズ時でも開放感あふれるドライブをお楽しみいただけます。最後に気になる車内の匂いですが、若干おタバコの匂いがいたします。今回は2014年モデルメルセデスベンツ SL350 を紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約16,000キロと低走行なお車です。オープン、クローズどちらも美しいスタイリングをお楽しみいただけるSL350 でございます。純正のハードディスクナビゲーションやシートヒーター、
エアスカーフなどにより快適性も確保されております。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。